はいどうもリーベです。ウィーレ2020マスターリーグ続きやっていきましょう。11年目の集大成としてウェファチャンピオンズリーグ決勝戦をやっていこうと思います。それでは早速いきましょう。試合へ進む相手はチェルシーです。さあ来ました。リーグのカップを掲げた感触を覚えているだろう。我々にはもう一度そのチャンスがあるんだ。そうだな、リーグ優勝のカップの時は良かったもんな。今シーズン最後の力を振り絞ろう。ウェファチャンピオンズリーグは我々のものだ。拍手、拍手してくれ。我々のものだ。すげえゆっくり話す。はい、行きましょう。さあスタメンを決めていきましょう。はい、スタメンこんな感じでいこうと思います。キーパーブッフォン、そしてディフェンス左からミランダ、キエッリーにバルザーリ、中盤にシェーネ、ベレゾール、そしてセセニョン、クアドラードが右、そしてトップ下にタディッチ、ツートップアデバヨールとワーグナー、長身の2人をツートップに置きまして、この両サイドのね素早い選手でクロスを上げていって点を入れたいっていう感じですね。狙いはそんな感じです。はい、そんなわけでチェルシー戦優勝決定戦決勝戦いきましょう。キックオフです。ついについに誇り高きヨーロッパナンバーワンクラブチームの称号がこのゲームの勝者に与えられます。ヨーロッパクラブチャンピオンシップ、長き戦いの行く末、今日はその決勝戦です。さあチェルシー対 FC リーベ、ウェファチャンピオンズリーグ決勝戦です。さあ来ました。いやーもうね、今年今シーズンはカップ戦をまず落としちゃったのが痛かったんですけど、リーグ優勝、ぶっちぎりのリーグ優勝をしまして、だいぶね試合レベルスーパースターにも慣れてきたということで、チャンピオンズリーグの決勝、これを取れば2冠ということになりますね。久しぶりの2冠かな。うん、スーパースターになってからはおそらく初めてなんじゃないかと思います。さあスタメンこちら、チェルシーですね。まずフェリペ、いやだいぶやっぱ11年も経ってると変わるな。うん、そしてこちらですね。はい、まあ今年はワーグナーが大活躍した年でしたね。リーグ戦の得点ランキングも2位まで上り詰めて、惜しくもって感じだったんですけど、ちなみに1位は昔いたっていうか2年前ぐらいまでいた、3年前ぐらいかな、ファンペルシが、チームじゃないや、リーグで一番得点を決めた得点王になってましたけど、さあ行きましょう、決勝戦です。いやーもうね、そろそろね、試合レベル、レジェンドにしてもいいんじゃないかと思うんですけど、まあ前回も言ったと思うんですけど、前々回かな、レジェンドはもうちょっと待ってあと1年また優勝したらみたいな感じにしようかなと思っておりますが、さあ早速奪っていって、セセニョンからタディッチ、ここ縦にはいかないか、ちょっとミスったな。ここは先制点を何としても奪いたい両チーム。ここスルーでいいよ、落ち着かせて、いいよいいよ。さあ左からミランダが攻めていって、中盤ベレゾールへ、ベレゾールから縦ワーグナー、そしてタディッチに一気につないでいきまして、戻ってちょっと待てよ、ベレゾールからここは通らないな。厳しいね。チャンスを作れずにカウンターを食らってしまう。危ないね、このダイレクト。これシュートかクロスかよくわからなかったけども、とりあえずは抑えましたね。いい、逆サイド。来た。ここは、ちょっと微妙なパス。クアドラードがいい飛び出し方したけど、いけんかったね。さあ、ここは、一旦落ち着かせまして、OKOKOK。
センターから攻めていこう。ベレゾール、そしてタディッチ、右サイド、クアドラードが走っているところは、ヘディングでガードされるが、ここで取る。アデバヨル？ワーグナー、うまくいかんかったけども、またボール奪いまして、ワーグナーから一回接戦に呼んでいくか。さあ、両サイド足の速い二人が、サイドにいるんですけど、ここ奪われる。さあ、ワンツーで抜けられて、ここは大丈夫そうだね。オッケーオッケー。ボール奪いまして、一回ブッフォン戻して、飛ばして、アデバヨル一回落とす。そして、ここで奪われるのは痛い。やばい。にゃーっと、ここは、先制をされたなぁ、ラカゼット。まずはチェルシーに先制を許したか。今更ですけど、同国対決だな。ここな、中途半端な奪われ方をして、今のキーパー待ってもよかったのかな。いやーでも、どうなんだろう。さあ、先制点奪われはしましたけども、落ち着いていけばね、必ずチャンスは来るはず。と思えば、おぉ、スルーしてくる。長いボール縦へ。スルーしてきたな。よく使うんですけど、自分も。危ない。オッケー。さあ、奪って、って言ってここ縦のワーグナーからアデバヨール、もう一回ワーグナー、そしてセセニョン、左サイド上がっていく、上がっていってアデバヨールに当てていきたいところ。アデバヨール来た、こぼれたところ、オッケー、よし、とりあえず同点。オッケーオッケーオッケー。早い時間に追いつけたのはでかい。いいね、このね、両サイドの攻めからのクロス、そしてヘッド。もうシンプルにね、こういう攻撃を続けていければ、チャンスがどんどん出てくるんじゃないかと思うんですけど、さあ、同点に追いついた、早い時間帯で追いつけたのはでかい。そしてアデバヨルまた奪っていく。そして、ここはパスが通らなかったけど、ちょっと待て。今日はディフェンスがだいぶ薄い気がするけど、危ない。ここは抑えて、シェーネからクアドラード一回縦かな。オッケー。そして逆サイドを使っていこう。で、ワーグナーから、セセニョンには送れんか。もう一回セセニョンに送って、このトラップからのクロス、そしてアデバヨル。完璧や。このヘッド完璧だな。いいね。一瞬でひっくり返した。このワーグナーのキープからのパス、そしてセセニョン2アシスト、アデバヨール2ゴール。あとはもう失点をしたくないっていうのと、できればカウンターをね狙っていきたいところ。一回落ち着こう。ワーグナーに当てていこう。こういうねロングボールが前線2人がね背が高いので効くんじゃないかと思っております。ぶっ飛ばして、オッケー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 。こういうところでボールをキープしたい。オッケー。タディッチ使って、もう一回セセニョンには通らない。こういうパスが危ない。さあ、シェーネ、守って、オッケー。来た。クアドラードが上がっている。ここパス通らん。右サイド、クアドラード。アデバヨールに来た。ベレゾールクロスからの、クロスっていうかパスだった。ここ奪える。
前半終了でいいよ。つながる。危ねえ危ねえ危ねえ。ここで笛です。緊迫の決勝戦。とりあえず前半は逆転できたね。よかったな。さあ前半のうちにねひっくり返したのは非常にでかいので、後半もねこの調子でいけば必ず勝利につながると思うんですけど、やっぱ来てるねチェルシー、プレッシャーが早い。 OK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 。ボール奪ってワーグナー落としてタディッチからセセニョン、そしてワーグナー、タディッチ、アデバヨール、後ろのファールか。ここはベレゾールじゃない。さあベレゾールのお時間がやってきましたよ。はいはい、完璧、素晴らしいフリーキック。今作結構フリーキック入るよね。このフリーキック、キーパーから逃げていく軌道のフリーキック、素晴らしいね。さあ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 、いきなり奪えるかもしれない。惜しい、危ない、危ない。え？いや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 、何もやってない何もやってない。ファールか。抗議の姿を見せていますが判定は変わりません。なんか丸押しちゃった。まあ仕方ない、止めればいい話。ただ PK はそこまで得意ではないが、どうだ。まあね、仕方がない。さあさすが決勝戦、気を緩ますと一瞬でゴールを奪われてしまうというね。来てますねチェルシー、本当に。ここはミスった、パスミス。さあこれは守備増やした方がいいかな、あえて守備的にしてもいいかもしれんな。いや危ないね、なかなか鋭いパス出してくるから油断ならんねこれ。いや攻めてくるね、すごい攻めてくる。ワーグナーに当てていって OKOK、 こういうボールを、そう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 、プレッシャーをかけることによって奪う。 OK、ここはデバヨール、そしてシェーネが飛び出してシュート、 OK、 素晴らしい、シェーネの飛び出し、 OK OK。 さあネネが入ってきたね、そのままトップ下ネネだね。ネネのトップ下は結構好きなので、これはもう1点2点入れていきたいところ。さて来た、いやーっと守備よ、これファールか、これはチャンスじゃないか。さあベレゾールのお時間といきますか、どうだ。キーパー、さあデバイオール当ててみようか、コーナーキック、ファットトリックあるんじゃないか。よっしゃ、ここはベレゾールからクアドラード、惜しい。さあカウンター注意だけど焦ってるね、さすがに焦っているところ。しかしこれは奪われていく、守備は集中したいところ。ここで OK 飛ばしてアデバヨール、繋がらない、ここで奪う、奪ってクアドラードからアデバヨールが走る、アデバヨールが走る、ジルーにクロス、
ねえねえから、これも最後、決めて、ディフレクション。さあ、そんなわけで優勝できたな。よかったよかった。4対2。まあね、先制されましたけど、よかったよかった。というわけで11年目は、リーグ戦優勝、そしてチャンピオンズリーグ制覇の2冠でしたね。残念ながらカップ戦は敗退してしまいましたが、まあ2冠は十分でしょう。うん。はい、そんなわけで今回ここで終わろうと思います。次回は12年目に入っていくということで、またね、ちょっとチームの年俸問題がありまして、年俸予算、給与予算が全然ないので、その辺どうなるか分かんないんですけど、新加入の選手入れていきたいけどな。お金がないと思うけど。はい、そんなわけで今回ここで終わろうと思います。また次回です。お疲れ様でした。さよなら。多くの名勝負に期待しましょう。実況はジョン・カビラでした。ごきげんよう。さようなら。